あのプロレス自体はね、うん、根本的に原則的に力道山以内ね、反コンプライアンスワールドなわけですよ。反コンプライアンスワールドが、あの逆にあの俺たちみたいな変なプロレスファン の、うん、あの変態野郎たちに両手に映ったわけですよ。だから力道山がやってたことも猪木がやったことも反コンプライアンス、うん、で馬場さんは唯一ね、うん、あのコンプライアンスだったわけですよ、うん、全日本プロレスは、うん、要するにあの世の中にあの認められないことはできないと。いやさ、小山さん、このさ、俺たちの新しい時代です。この俺たちのって、たちのっていうのがこの長州さんらしいというかさ、俺たちの時代って言っちゃう。いやいや、だから彼の場合はやっぱりどうしてもね、大会系なので、そういうさ、あの体系的組織論というかさ、うん、そういう管理論というか、うん、いうものがさ、どう、もう抜けきれないんだよね。そういうことですね、うん、甘えさせたっていうか。ああ。そうか、個人競技なんだけど、うん、そういう、そうか、その体系、俺たちというのは、俺と同世代の人間が組んで、そういうこと、要するに有酸素材を潰していこうという形の、まあ、徒党を組むわけじゃない、うん、徒党を組むこと自体がもうレスラーにあるまじことなわけですよ。そうはね、あ、確かに組織に頼っちゃいけないという、うん、組織に所属してるけども違うと、うん、感覚的に感性的に馴染めないという、うん、まあ橋本的な言い方とか、ねはいはいはい、前田的な言い方とか、そっちですよね、指示 しちゃうのは、ね、それが猪木組じゃないの。そう、そういうことですよ。そうなんだよね、うん、そっちなんだよね。体制が組織内成功なんかどうでもいいと、そうそう、個人の成功しかないと、うん、そうなんだ、そうなんですよ、その通り、個人なんだよね。だから個しか意味がないんよ、うん、我々はあの期待してるのはどうですね、うんうん、確かにそうか。でその間にあの馬場さんがあのさ、日本武道館でラジャライフの格闘技やってる逆みたいな世界に、まずはなんとしちゃったわけですよ馬場さんも逆にね、長州たちいなくなって、天竜がなんかやる気出したな、おそうか、まあやってみろやみたいになった時に、自分がさ、武道館でお僕にもできます格闘技戦みたいな、そうやったからさ、笑ったというかね、馬場さんは馬場さんがこう出したんじゃないの。そうそう、その間を隙をついて、リアル空白の隙をついて、僕にも格闘技戦できますみたいな、馬場さんがそれやっちゃおしまいだなって言って、逆に大笑いして面白かったけど ね、 ね、唯一のですからね、馬場さんの、うん、そう、唯一って考えます。馬場さんが格闘技戦やっちゃいけないわけですよ。誰もそれを支持してないしさ、ギャグでやったのみたいなさ。いや、まあでもこの史上初めて唯一っていうのも面白いよね。い、全日本でそれやっちゃおしまいでしょすごいなあ、馬場さんもそういう時は。それは馬場さんの歴史の中で大きなさ間違いというかさ、汚点だよな、あれ汚点なのかギャグなのかね。いや、そのおかげで語れるんだから大したもんですよ。いや、馬場さんはそういった意味が、俺たちのそういうさ、妄想というか夢というものも超絶な存在だよね。そういうことなんだ。俺たちの先頭目線みたいな超絶してやってるわけよね、あれ。いや、これもプロレスでしょと言ってんだよね、あの人。そうです。いや、これもプロレスでしょと言ってるわけですよ。うんうん、格闘戦の意味とか意義とか関係ないわけですよ、あれさ。いや、これもプロレスでしょという形で、新日本プロレスの存在が生じてるんだよ、あれさ、いよいよ。難しい論理だな、馬場さんの理屈は難しいな。馬場さんはもう癖問題よ、あれ、あの人難解すぎるね、それは。え、難解ですよ、その八重さんの見方を。いやいや、全問答的なさ、そういうことだ、切り返したよね。そういうことだ、全問答だ。そうそうそう、だからややこしいこと言うと、こっちに本気だった俺たちがバカみたいになるんだよねなんだろうな、猪木さんがさ、あの東京ドームでちょっと、なんつう、一部の人にしか伝わらないダジャレを言うような、そんな感覚があるんですよ。そうそう誰に伝わってるんですか、猪木さん、そのダジャレっていうのと、馬場さんの、あの異種格闘技性はやっぱり、うん、似てるなそうか、すごいな。さあ、山本さん、じゃあもうまとめで、山本さん、もうあれなんですけど、うん、まとめ？まとめていくと何ですかねまあ俺たちはさ、やっぱりあの
現代に行ってるわけじゃないはい。で今はまあ要するに新日本プロレスが武士ロードで、うん、株式上場して、はい、どういう状況になってるかというとまあ女子プロの流れも踏まえて、うん、スターダムを買収したというん、ねそれってまあ分かりやすく言うとWWEは真似事なんだよね後追いなんだよねなるほどでも WWEはそれは非常にスケール感の大きい形で全世界的にやってるわけじゃない、うん、つまり男子プロレスが行き詰まったと、うん、もう限界に来たと、はい、で女子はまだ未開の地だとなるほど、うん、ここは未開の地だと大きな可能性を秘めてると、うん、要するに大女子プロレスが大航海時代に突入したみたいな感じでそれを先手を打ってやってでレスルマニアでも女子と面倒を取るとかっていう形でまあ非常になんていうかさWWEというのはもうマーケティングがよくできてるんだよね、うん、で自分たちの試合を地球上のどっからでも見るという形でスマホで見るということもやってるのでもうビジネスとしてまあこれ以上のラインさもうパンパンの状態なわけですよ完成形ですね、うん、要するにビジネスはもう昔だったら WWE は WWF で 3WF でニューヨーク地区だけ、はい、東部地区だけそれは全面進出全面進出が今度はその世界のマット進出という形でやってるわけじゃないで新日本もやったなんか知らないけど日本のその日本列島のマーケットというのはもうピーク見たということであとは要するにさ自分たちのさね、新日本プロレスワールドに入って900円が1000円に入って自分たちの試合を一応見れるという形でそのファン層を海外に日本ではそう増えないから契約者海外で自分たちの新日本プロレスのプロレスを訴えていこうというのでアメリカのファンだとかカナダとかあるいはヨーロッパだとかイタリアとかそういう、まあ、要するにさ世界各地で新日本をさ広げていって、はい、その要するに契約者で新しいビジネスの発展という売り上げを増やそうとして展開してるから、はい、アメリカでも試合するしロンドンでもロンドンで試合したりするじゃない、はいはい、それが新日本プロレスの、まあ、もう今の日本の的が突き抜けてるよね、うん、そうですねただ株式を上場したためにプロレス自体がコンプライアンスが重要になってくるんですよ、うんだから、しゃらくさいですね。いやいや、プロレス自体はね、うん、根本的に、原則的に、理事団以内ね、反コンプライアンスワールドなわけですよ。反コンプライアンスワールドが、逆に俺たちみたいな変なプロレスファン の、うん、変態野郎たちに魅力的に映ったわけですよ、うん、そういうことですね、うん、だからリズワンがやってたこともイノビルやったことも反コンプライアンス、うん、で馬場さんは唯一ね、うん、コンプライアンスだったわけですよ、うん、全日本プロレスは、うん、要するに世の中に認められないことはできないと、うん、クリアしなきゃいけないことがあると世の中に対して、うん、それを忠実に守ってたわけですよ、うん、で猪木さんが去って武士ロードになったで今回はもう一般企業だからコンプライアンス主義なので、うん、コンプライアンスプロレスが放ったわけ、うん、なるほどコンプライアンスプロレスが日本の マーケットで王道になってそれを支持するコンプライアンスのプロレスを支持する人たちが東京ドーム 1.4 と 1.5 のチケットを買うなるほどで、鹿児島とかどこでもいっぱいになる、うん、地方でもいっぱいになるからねコンプライアンスプロレスがやっとさ定着したって新しい時代に、うん、そういうことなんだよねでも女なんかやってるとあれ反コンプライアンスじゃない、うんうんうん、邪道だしさ、ね、血を流すしさ、うん、有志としてやるし爆破もやるという、うん、反コンプライアンスだよね、うんまあ、だから新日本プロレスは血を流すこと自体が反コンプライアンスだっていうね、はい、だから今後の日本のプロレスというのはさコンプライアンスプロレスが新日本によって独り勝ちを生んで、で、ああいうビッグビジネスにならないところはまあ、普通のプロレスをやるか反コンプライアンスをやるか要するにデスマッチでやるかとか、はいはいはい、その辺でそれでもまあ要するにまあどうでもいいやと、うん、要するに分かりやすいとねもうなんちゃってプロレスでいいやと逆にそれを肯定するんだなんちゃってプロレスになっていいと、うん、つまりどういうことかというとプロレスで飯が食える、うん、がプロなんですよなるほど
でももうあのなんちゃってプロレスというかほとんど 90% の人たちはどういうことだと、アルバイトをやりながらプロレスを二刀流でやると、はい、で生計はアルバイトで立てるしかないと、うん、プロレスでは絶対に食っていけないと、うん、そういうもろもろのさあの要するにさなんちゃってプロレスが 90% 占めてるの今、はいはいはい、その状況と新日本の、ね、完璧に要するにさコンプライアンスを隠したプロレスがこう2つに分かれたと、はい、そういう時代の中で一体今後プロレスはどうなるのかということが二極化した、この二極化を我々はどう生きていくのかと、うん、いやそういう言ってる我々はどう生きていくというと我々はもう昭和のファンなんですよもう俺が今喋ってること自体がもうナンセンスなんだよねバカげてるわけだよこれどうでもいいよこういうことはもう確かにそうなんだよね、はい、だからそこで俺たちは諦めるのか、うん、しつこく昭和とか猪木にこだわって、うん、反コンプライアンスのプロレスを信奉していくのか、うん、で要するにさすがりついていくのか、うん、こだわっていくのか、うんという要するにまあ要するにもう俺たち時代の落ち武者だよな残党というかいやもうはい翔大谷のネットチューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらにオンラインサロンも始めています。ネット塾、格闘芸術を33倍楽しむ方法。いやこれねオンラインでやるので要はネットだからネットっていう風にしたんですけど、いやオンラインよりもオフ会ですね自分のオンラインサロンは。長い時は5時間超えるので、みんな格闘技の話好きだよね。ちょっと驚きます。ですのでぜひ、入会していただいて共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。